おはようございます。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。今日は恵方参りに来ました。ここの恵方の神様にはパーソナリティになる夢を叶えていただきました。来るたびにお礼を言っています。そして、2017年に仮吉報という、吉を取る大きな、引っ越し、疑似引っ越しみたいなのがあるんですが、それをやりたいなって思って、家族4人で無事にできるようにってお願いしました。そうしたら先日いろんな巡りで主人が仮吉報する気になってくれたので、今から場所を探して楽しみにしているところです。そんな風にお願い事が叶うっていうことは、私が、そうですね、まっすぐな気持ちでお願いをして、それを宇宙に受け止めてもらえた恵方の神様、歳徳神様と言いますが、歳徳神様に受け止めてもらえた、私の願いが届いた、宇宙は私のことを愛してくれているんだ、そんな風に思えます。皆さんもぜひ、宇宙は公平ですので、皆さんもぜひそんな恵方参り体験してみてくださいね。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。